アストロキングスをプレイしています。32銀河の猫大好きラブキャットです。このゲームはですね、宇宙銀河を舞台にした本格 SF 戦略シミュレーションゲームです。もうとにかく要素が満載で奥深くて頭使いまくるんでめちゃめちゃ面白いです。はい、ぜひご参加お待ちしてます。私32銀河にいます。はい、でですね、今回の動画ですね、ついに踏み込みます。初心者の皆さん遅くなってすみません。今回の動画はですね、定期イベントですね、4つの、はい、銀河系の秩序維持、通称仮イベント、それと国力イベントで最終イベントでキルイベ、この4つがね、2日ずつぐるぐる回ってますけど、さあちょうど今開催中、今回はそのうちのどれを解説攻略今回はですね、解説じゃなくて攻略ですね。今回はこれです。銀河系の秩序維持です。仮イベ、はい、シールド貼っててもできますよね。これ自分ね、今からもうクリアまで一気に行きます。はい、初心者の方ね、そんな一気にクリアできるの、はい、いけます。意外と早くとっととクリアだけなら終わります。ただ前回の動画前、前回次かな、前にシリーズでねお伝えしてますけど、あのトップ3を取るのは話が別です。やり方が変わります。大きく変わります。はい、で今回は初心者さん向け動画で、出しますが、確実に全てみ、キルイベはちょっとね、どうしようか考えてますけど、他の3つは必ずクリアするような方法をお伝えします。だから結構攻略です。はい、これね限定公開しようかと思ったんですけど、初心者さん向け動画で出します。なのでね、初心者向けかよっていう方は見ることがないのでラッキーですね。はい、さあ行きましょう。でですね、これはですね、まずどのイベントにも言えます。このシーズンイベントね、はい、この、すいません、定期イベント、はい、これはですね、どのイベント4つとも言えるんですけど、日本時間の午後1時13時に更新です。ここなんです。昔は違うかったんです。日になんかどんどん変わってきてます。はい、1時です。ということはですね、朝ね9時になると、デイリーミッションは朝9時にリセットされるじゃないですか。はい、で朝9時にデイリーミッションのがリセットされたんで、さあやろうと思って、そこでね海賊叩いたり本拠地叩いたりしても、この銀河系秩序維持はが開始が13時なんで、その9時から13時の間の4時間は、ポイントが入りません。この誤差でね、皆さん初心者の方はね損してる可能性が非常に高いんですよ。はい、で自分はですね1時までの間にログインする時間があったので、そこでちゃちゃっといろいろ済ましてやったので、1時以降初めてログインしましたので今0ポイントです。はい、一切やっておりません。はい、さあそしたらですね、銀河系の秩序維持は一体ね何を叩けばポイント入んねんと、これ書いてないんですよね。ここね下にしても普通書い、他のねこういう違うイベント書いてるじゃないですか、こういうことしろってね。で銀河系秩序維持にポイントが加算されるのは3つの要因です。はい、1つは海賊、はい、海賊ですね。でもう1つは本拠地、本拠地です。でもう1つがポスターです。ポスターも加算されます。はい、っていうことで朝9時から1時の間に自分はログインしたんですが、毎日の無料総統券はまだ使ってないんです。はい、これ使ったらもったいないんですよね。これは1時以降になって、仮イベントね、今回のね銀河系秩序維持仮イベントが開始されてから本日の無料総統券を使います。はい、で無料総統回数がどうやって増えるか、これ VIP レベルです。自分 VIP11 で今20です。初心者さんはもっと少ないと思うんですけどね。自分のサーバーが VIP9 で15です。それでもね2万ポイントぐらいは、2万3万いくんで、さあ今度は今0ポイントなんでね、20回叩くと
どれぐらい行くんだとね。でここでね、あえてちょっと危険度20いきますね。初心者の方にね、マックスの危険度のポスター20じゃないですか。はい。でこの20なんで、20を20回叩いたら何ポイント入るんだ、見ていただきましょうね。いい加減なことを言わずにも見ていただきます。あ、ちょっと待ってください。ですね、その時にですね、ちょっとでも被害を減らしたいので、今貢献度英雄を入れてるんでね、大使館に。これをもうお持ちの方、アンネローゼ、はい、入れると規模が上がります。だからたくさんアタック集めるので、はい、よりね、被害が少ない。まあ盾も詰めますんでね、はい、被害が減ります。でこれでですね、相当、ちょっと待ってくださいね。レベ20どうやったかな、 T11 になってから叩いてないんで、ちょっと1枚無料相当使わずに、あ違う、まあいいか、これでいけるのか、ちょっと行ってみますね。バトルシップ5隻でいけるのかな、ちょっと被害出るかどうかチェックしますね。1枚分チェック、だから1枚使うんで、ちょっと何枚か、これさっきチェックしとけっていう感じですね。すいません、はい、チェックするの忘れてました。はい、おな遅い、すいませんね。スマホもいい加減、これちょっと買い替えます。もうちょっとね、遅すぎる。はい、でバトリーなんで、これはもうね、同じなんです。いきなり始まります。でこれ次に、セミ照準が始まります。あ、いけるな、いけますね。被害1ですね、これ多分半端ですね。あ、 OK、 そしたらもういきますね。でこの1で20枚1個でですね、いったイベントでね、ポイント今何ポイントついたんだとね、20は1回でですよ、1回でですね2794っていうことは、今から10発しますんで27940ポイントがつきます。はい、行きましょう。20発、あ、違うわ、4万かね、行くでしょう。はい、20発ですもんね。はい、20発行きます。そうか、これ前試したのか。はい、こんな感じです。ミサイル乱射フォーメーションで、イシュタール乗せて、自分バトリー行ってるんでバトリー入れてですね、はい、でクルー、デストロイヤー、これ位置なんでしてるかね、バトルシップ5隻で多分ですよ、全然ね、ポスターでクルーザー満タン積みたいんですけど、発数が2余ってるんでデストロイヤー入れてるだけです。はい、それだけです。はい、行きましょう。はい、赤札、青札、スキップエレメント、資源マザーシップ、赤札、青札、スキップナイス、資源タイタン、赤札、青札、スキップナイス、資源、で資源、あ、T4 ナイス、資源にマザーシップ、エレメント赤札、あ、エレメントスキップナイス、資源タイタン、資源マザーシップ貿易、資源、赤札、青札、赤札、青札、赤札、青札、これもいりますからね、札もめちゃめちゃいりますんで、で資源タイタンモアイ、で赤札、青札、はい、これで20発いきましたね。でこれでですね、さあ見ましょう。あ、マークつきましたね。これで見てください、皆さん。はい、さあ20、危険度20を20発ね、無料、今無料でしょ、無料相当使うだけでもう5万8000までいきます。はあっという間でしょ、あっという間なんです。だからもうクリアなんてこれでいきます。なので、くじは覚えておいてくださいよ。くじはデイリーミッションのリセットです。はい、で、イベントのリセットチェンジは午後1時です、13時です。このタイムラグで、このね間にですね、相当券を使うとポイントつかないのでめっちゃもったいないです。はい、なので必ず午後1時を超えてからですね、使うようにしましょう。はい、で2日ありますので、翌日はもうね9時にリセットされても使ってまえばいいんです。だから開始の時ですね、開始の時もう国力イベントも資源採集も同じことが言えるんです。それまでに何かやっちゃったらっていうところにつかないんですよね、ポイントが。なので1時を回ってから
で、この1時っていうのはずっと1時か違います。去年の最初の頃言ってた時な、たまに時間変わりますので、いつリセットされるかっていう時間をチェックしておきましょう。はい、今この動画を上げている時点では午後1時、24時間計で13時に、チェンジです。イベントチェンジ、イベント開始です。なので1時を過ぎてからじゃないと、1時過ぎる前に初日使ってしまうともう使えません。でポイントもつきません。でね、初心者の方、将来的な考えですね、一番マックスの危険度の20を20発叩くだけで、あ、まあ、これ21発ですね。はい、で、1発2000何歩出したんで、まあそれでもね、20発で5万6000ポイントはつきます。早いっすよね、あっという間です。さあ次、残り、あ、残りですね、何ポイントですか、2万2000でしょ、もうこれすぐですよ。はい、もうあっという間です。はい、さあこれでですね、自分はもう、はい、アンネローゼはいりません。次は何をするか、海賊です。はい、もう海賊ちゃちゃっと叩いて終わる。あ、これ終わってるかな、すいません、ちょっとアーティー終わっていきます。でこれもですね、毎回 お話ししますアーティー触るときは、建設資源が減少、この青コア、青コアはあくまでも建設するときにかかる資源の量が減るんですよね。これね、装着しますと、はい、かかる。なのでもう建設中なんですよ今。はい、で建設中になってしまったらもうこんなもんいらないんですよね。なのでこれをつけてるって。で9、まあ9つけとこうか。はいはい、そしたらこれがね、ゴールドとメタルの前分量上がるんで、こっちの方がお得でしょっていう感じです。はい、これもね、アーティファクトね、詳しく初心者さん向けに特集組みますんで、皆さんお待ちください。はい、もう皆さん、初心者の皆さんに損させないようにやっていきますんで。はい、でこれさっきのあれですね、バトルシップの半回分のですね。はい、じゃあそしたらですね、いきましょう。これ解説してるんであれですけど、クリアなんてあっという間です。もうね、地下は50人いっぱいいてる。さあがっつりいきますね。もうとにかく近場でですね、これポイントクリアのためですよ。ポイントクリアなんで、もうこの近場で、すいませんね、動き遅いのはもう目をつぶってくださいね。動きが遅すぎる。もうレベル53フリゲなんで、ケツハタカンなんですけど、もう関係ないです。はい、前ハタカンでいけます、自分はね。はい、それチェックしましょう。56はまだ被害が出てしまうので、ケツハタカンで叩いております。はい、53、54はもうなんだ、快速フォーメーションでも被害出ません。はい、なのでセオリーにとらわれてるとしんどいですよ。はい、快速フォーメーション早いですからね。はい、もうね、ですね、もうポンポン叩いてるでしょ、この近場をね、今ね。はい、もう全部海賊フォーメーションで叩けるものを選んでます。でだからレベル51以上だけを今もう、ピックアップして叩いております。あ、55、56か、すいません、違いますね、後ろ旗感ですね。この48なんていらない。あ、55もこれいっとこう。はい、もうクリアしてるかな。ですね、多分ね、もうクリアしてると思います。ちょっとチェックしましょうか。あ、57出るんで、こいつだけ叩いておきます。はい、さあ見ましょう。あ、すいません、あと2発か。ちゃんと数数えてなかったですね、すいません。あ、51叩いたからか。ですね、ちょっとね、どのレベル叩くかによってこれね、もらえるポイントが変わるんですよ。はい、なのであともう一発いっとうかな。はい、これでですね、おい、まだ足らんか、まだ足らんか、まだ足りなかったですね。ちょっとすいません。あら、50は叩かない、
51、51、全部とにかく快速フォーメーションで叩けるものをガンガン打ちます。で54、で50、あーまあいいや、ごめんなさい、はい、58都内ありますね。58帰ってきてない、遅い、はい帰ってこい。んーまだか、これ本拠地やったらね待ち時間があるじゃないですか。なんでとにかくクリアだけなら圧倒的に海賊の方がねもう早いです。はい、で早く済ますためには、自分はね行軍がめっちゃ早いんで、行軍上げてるともうマッハですね。はい、あっという間です。これならどうです皆さん、時間ない方でもねクリア、なんだこんな簡単にできるのっていう感じでしょ。なのでね、短い時間でもこうしてクリアできるようになりますので、それ知っといていただきたいんですよね。はい、もういいかな、もうちょっと、もういいかな。解説入れて16分ですよね。あと1個チェックしてしまいましたしね。だからね正直ね、5分はいいですよ、10分はあったらもう終わります。はい、国力イベントも10分と終わります。はいはい、終わりましたね、終わりましたんで報酬もらいますね。はいね、加速入りますよね、大きいですよね。で2も加速が入る。で3からですねクリスタルですね、これが大きいでしょう。はい、クリスタル50入りますよね。で4もクリスタル100、これで150。はい、で次も5入ります。150、200入るね、350。はい、でここでこれ400ですよ。で750クリアするだけ750入るんですよ。だから2日に一遍750入るんで、まあ週大きくないですかね。1週間でおおよそ750の 4回として3000ね。まあそれ1日抜けるんで2750は入るってことですよ、1週間で。ってなったら、月におよそ1万ね、これクリアするだけでね月1万クリスタルもらえるでしょう。どうです。でそれでだいたい半年に一遍ぐらい承認バーニングじゃないですか。あ、もうちょっと短いかな、まあ仮に半年と一遍したら6万クリスタル、これだけで貯まるんでね、どうです。そしたら亀裂の入場券いっぱい買ってろとかなるでしょう。はい、これでね、ただランキングでおおよそねトップ300万とかでしょ、300万ぐらい全然いけます。はい、ただ準備が必要です。はい、もうねこの銀河圏秩序維持、これのね、カリーベですね、カリーベのランクは強い方が上にいてるなんて関係ありません。これ強さ関係ない3枚。はい、で、VIP14 以上の方はもうこれ有利なんです、思いっきり。はい、そういうことです。なぜか VIP14 を超えますとポスター叩き放題なんですよ。毎日、自分でしたら VIP11 なんでまだ無料20回じゃないですか、あれが無料が無制限に解放されます VIP14 で。はい、なので、課金しまくってる人は上位に行って当たり前なんです、これポスター叩きゃいいんで。はい、なのでこのランキングをがあまり正直気にしなくても大丈夫です。なのでここ報酬ですね、どこを狙うかね、1位を狙いたいのか2位を狙いたいのか3位を狙いたいのか4位10位以内でいいのかでね、そのうち100以内でいいのか。はい、自分は今回は総統権を無理して使いたくない、プラス今54位ですよね。ってなったらもうねこの100位明日終了なんで、明日ちゃうわ、明後日か。はい、100位以内に入って200クリスタルもらったらいいっていう。そしたらさっきの、アイテムボックス6つクリアで6つ750でしょ、プラスこの順位報酬で200でこれ950もらえるんですよ。大きいでしょ、大きくないですか。だからまあ無理しなくても100位なんか全然いけます。はい、でちょっと準備したら10位以内なんて、10位で今なんぼですかね、60万でしょ、10位の方でね、 B さんでね、まあ明日なんて100万ぐらいですかね。はい、そうしたら100万目処に大体10位ぐらいに全然いけるでしょう。で1、2、3位、1位取ると思ったら、まあ、
まあ、500万ぐらいですかね。ただそこまでしてまで2000クリスタルが必要かです。はい。でもただそこまでしてでもって言い方になりましたけど、 VIP14 以上の方は話が別なので、トップの人すげえ、いやもう VIP14 超えてるんで、ポスター無制限で叩けるんでね、自分でしたら今5000枚近くあるんで、これ5000バーってぶっ放したらもうね、100万どころで500万どころで済まないと思いますよ。数千万単位で行くと思うんで、まあ、時間ないんでやらないし、もったいないんでやらないですけどね。はい。なのでトップを狙うとか、2位を狙う、3位を狙う、10位以内を狙う、この4つは、準備と対策で全然いけます。はい。だから自分もその気になれば1位はまあまあ相当期なんでいけるかなでもしません。はい。なのでもう強さこんな関係ないです。はい。なので、まあ、そこまでね、無理しない方は、まあ、今回自分もそうですね、54位とかでもう無理する気ないので、100位以内で200クリスタルをもらったらいいっていう感じです。はい。これでですね、もう自分は今回のイベントはクリアしました。で、あとはね、100位以内に入ればいいんで、今までね、これ見てください、皆さん。はい。モーカリアってまだ使ってないでしょ？ね。儲かれて使ってないんですよ。はい。なんで、ですね、今、銀河系の秩序維持イベント、プラス、これです。シーズンイベントのこの戦闘ミッション。はい。ここで、ですね、あと自分、快速150発でしょ。なんで、150発ぐらいね、30分の儲かりアーティで終わります。はい。で、本拠地60発なんで、そうですね、まあのんびりやっても1時間と終わる。で、亀裂はね、全然自分でまだできてない。で、指名手配犯も、毎日20回自分無料なんで、あと12日あるんで、もう全然終わる。で、外界は話が別でしょ。はい。で、クルックスは1回も自分ね、ログインできてないんで、叩けてないんで、だから今ね、本拠地イベントとこのね、EMU の戦闘ミッションが被りましたら、かぶったっていうか、まあそうですね。まあ普通に儲かりやーってどっちかでね、毎日使ってれば、30分なんでね、どっちかで使えばいいと思いますよ。で、スキップなのでね、先ほどポスターでやりましたけど、あのポスター重要なのがスキップ欲しくれるんでね、スキップを貯めまくると、本拠地の集結時間をスキップできるんで、ね、そう考えたらね、ですね、まあ自分はですよ、自分がですね、統合前に、36銀河の時にね、連盟医さんの方と、本拠地祭りを、まあ、イコール通称猫祭りをやったんですよ。30分間今から最速で本拠地出すんで、皆さんチップと、アイテムボックス設けるために、相乗りしまくってくださいって。それで、皆さんとやったんですよ。もう、ぶん回して。ブースター使い、スキップ使い。それでね、30分で100発いけました、本拠地。はい。これはね、もう、前の、36銀河の時に、うちの MKT 連盟さんたちとやったので、実証済みです。30分で100発いけます。はい。そこそこ余裕ではないですけどね。はい。はい。いや、全然、30分で100発いけますからね。はい。なので、自分本気、スキップ使って、皆さんもそうですよ。皆さんもスキップと抗群ブースター使ったら、60発ぐらいね、全然30分で終わります。でも、せっかくスキップ使うなら、ね、銀河系の秩序時の、この仮イベの時にやった方が、このポイントつくんでね、いいじゃないですか、っていうところなんですよね。はい。さあ、今回はですね、ですね、まあ、そしたらね、まあ、海賊を効率的に叩くにはとかね、ポスターのレベルを上げる、要は無料回数を上げる、そこまで踏み込んだところは、ちょっとお話しして、まあ、軽くしかしてないですけど、その部分、初心者の方ね、あ、なるほど、容量分かったと、あ、それで危険度20のポスターを、1日20回いただけるようになったら、5万6000ももういきなり終わるの。で、それで自分の周りにいてる、ある程度レベルの高い海賊をあれぐらいいただくだけで、ポイント、こんな簡単に8万ポイントクリアできるのっていうのをお伝えしたかったんですよ。はい。簡単です。はい。なのでですね、ちょっと準備とコツさえあれば、
全然このシーズン、定期イベントは、ね、4つのうち、キルイベはちょっと話は別ですけどね、それ以外の3つを毎回クリア全然できますんで、はい、その、極意って言いますかね、攻略方法をお話、まあ、これからどんどん出していきます。はい、で今回は仮イベントですね、銀河建設出場 イベントをまずは初心者さん向け動画で出しました。はい、でちょっとねパパパッと手早く言ってしまったので、あ、今のところそれ理由なるそうなるの分かったけど、これを今現状それがやり方分からないっていうものがありましたら、皆さんご遠慮なくコメントください。あの本当に遠慮されて、コメント遠慮されてね、あのアイテムを設け損なうなんて、それやめてくださいね。はい、で今ねこんな偉そうに自分動画出してますけど、これ一緒ですからね。自分も最初ね、初期の頃なんて全く分かりません。はい、このイベントに要は銀河建設を維持でトップの人ただすげーだけでしたけどね、何もう事情が分かればね、まあ、誰でも1位準備して取れるやんっていうね、ただ今使うべきなのかっていうところで、あと VIP のレベルで大きく関係するんでっていうところだけですよね。それだけです、たかだか。はい、カリーベはそんなもんです。なので、クリアするならまあ100位、クリアしたらねおそらく100位以内大体いけると思いますんでね、2日間ね、あと儲かりやつ30分どっちかでね使えば、まあポイント狙いなら海賊の方が早いですね、スキップ、集結時間がないので。はい、でもね、アイテムボックスと、キーボックスですね。キーボックスとチップをが、ね、欲しいという方は、本拠地叩いたらいいと思いますし、はい。まあ、本拠地でもポイント入るんでね。手っ取り早いのが、それで、どうしても時間ない時のことを最後にお伝えいたします。はい。今ですね、自分はですね、あ、まあいいか。9万なんぼですよね。9万4000ですよね。さあ、これでですね、ということは、ね、9万4000、あ、ちょっと貿易出しておきます。すいません、貿易好きなんで、ラムダじゃない。何出そうとしてるんだっけ。あ、タウとトとまず20枚のセーターの話ですね。というか、残り9枚か。9枚なんで、こっちに、と、こう、はい。2万8000、3万5000までいかんとダメなんですけどね、3万5000までいかん無理ですね。はい、これでですね、最後にですね、どうしてもね、ポイントが足りない場合、何をするか、ポスターです。はい。お若いですよね。はい。だからですね、自分はですね、ですね、ポスター結構溜まってるでしょ。19、20だけで3500ほどありますからね。さあ、これで、どうしても足りなかったとポイントが、仕事が忙しいとかね、あるじゃないですか。ね、皆さん社会人だと思いますので、ログインしまし、なかなかする時間がないと。もうデイリーミッション投げたら当てて終わって、あと残り何時間、うわぁ、時間もない。本当に時間がない。でもこれポイントクリアしておいて、アイテムボックスもらって、クリスタルをいっときたい。の時にですね、これでですね、無料じゃないですけど、相当使います。はい、で自分の場合見てください、総統券 12,643 枚あります。これはですね、イベントで貯めたり、あとは課金は全然しないです、イベントで貯める。あともう一つがあれ、ですね、承認バーニングの時に、承認イベントの時ですね、はい、承認バーニング、承認ハッピーアワー EMU ですねの時にですね、 30% 割引の時にがっつり買ってます、クリスタルで。なので普段はクリスタルを無駄遣いしないようにして、承認バーニング、ね、でそれだけじゃなく総統券だ、 VIP14 までは総統券いるんで、総統券で亀裂の入場券で24時間シールド、この3パターンを毎回ね、ありったけ買うので、だからそれまでクリスタル無駄遣いしたくないんですよね。まあ、自分にとってお見せしましたけど、貿易の CP 買うのは無駄遣いではないんですね。はい、自分はですよ、貿易が好きなんで。はい、でどうしても足りないときは、これはもうね、20枚押しまず、一番ハイレベルの危険度を行きましょう。もう仮にそれが、被害が出てももういいです。もうポイントつくんで。で、20行きますね。ピュー。はい。どうしようもないときは、ね、一番高いものの方が、これもね、どの危険度を叩くかで、もらえるポイントが、仮イベントポイントが変わります。で、本拠地も何を叩く、レベル80が一番上ですけど、
レベルによってポイントが変わります。入手ポイントが。で、海賊もレベルによって入手ポイントが変わりますんで、そのために海賊は被害ゼロで叩ける、高いレベル、はい。で、本拠地は、ですね、アタッカーに被害が出ず盾だけの被害で、いでも、3桁100、半端が100ぐらいで叩ける最高値の本拠地で、本拠地を叩くための方法もお伝えしますので、はい、そこでね、ぜひご確認ください。で、これで、はい、もう 20% すぐですよね。1分かかってます？ 1 分ぐらいじゃないですか。で、今20発叩きましたってなったら、さらにこれで5万何ポイントが加算されるんで15万でしょう。はい、足りなければ総統権でクリアです。はい、大きいないですか？大きいでしょう。はい、なので、こうやってですね、総統権を持ってれば時間がない。海賊ね、最初叩こうと思ってもね、強い方がいるね、連盟に入るとね、レベル上げられてる方とか初心者の方がね、海賊叩こうと思ったらね、往復3分とか遠いじゃないですか。はいね、どうしても遠い時があると思うんですよ。なので、近場でね、海賊叩けないんですよっていう時は、こういう必殺技があります。あと、必殺技を、もう一個の必殺技。はい。海賊ですね。この時に必要なのが、この戦争のこれです。移動。この移動を貯めときましょう。はい。移動を貯めときます。2枚いります。はい。何をするか。はい。でですね、仮にレベルが20代後半の方としましたら、レベル20代後半もしくは30前半の方、30前半、20代後半、30過ぎぐらいまでですかね。ってなったらね、ですね、レベル29、海賊レベル29、で、その次が、いや、その上にしましょうか。まあ、29と、海賊フォーメーションに叩けるのが、34、35、36、あ、ごめんなさい。33、34、35、36。この辺のレベルだと思うんですよ。そしたら、そのレベルがいてるところに移動します。ですね、30でしょう。30前後なんで、この辺かな。この辺かな。はい。この辺で、ビンゴ。ね、30なんでしょう。34、34、35、34。いい感じでしょ。だってこの辺ですよね。で、この辺りで見て、あ、海賊ね、こうちょっと、ですね、これピュッとやってね、もう一本ポンとしたら、これ止まるでしょ。で、こんなところに飛ぶよりも、ね、こんなところに飛んだ方が海賊多いでしょ。これね、いっぱいでしょ、海賊。で、33とかね、これなんや、32、まあ32はケツはたかんですけど、29に32、33、32、この辺ね、いっぱいあるでしょ。こう、自分でしたら、このね、ちょうどど真ん中に、ここの辺あたりにね、ドーンって移動します。はい。で、移動して、ガガガガガーともう叩きまくって戻るとかね、要は俗に言う狩場を見つけときます。はい。で、全部買ってまうじゃないですか。このあたりにはこのレベルしかもう湧きません。こんなところにレベル60なんて絶対湧きません。はい。ということは、この辺もでしょ。だからこの辺もじゃないですか。この辺もかな。あ、そうですね。33ですよね。テネブ、これもね、こんな隙間だらけのところに飛んだらね、海賊叩いて帰ってくる往復時間かかるじゃないですか。これ時間の無駄なんで、この状態でね、まだこっちの方が多いですよね、海賊がね。そしたらこの連盟、ちょっと近く連盟ありますけど、ちょっと失礼しますっていうので、この辺に移動して、近場を叩きまくる。はい。っていうように、狩場をね、作るようにしましょう。はい。で、自分はですね、今ね、この辺にいてるんですよ。ちょっとテネブのど下です。はい。なんで、もうね、この辺レベル高いんですよね、すでに。もうそこに陣取ってます、偉そうに。はい。なので、あんな風にね、近場でポンポンポーンと進むんですよね。なので、
ネストにこだわりす、まあ、ネストの効果もありますけど、そのせいで、ネストに似てるせいでね、わざわざね、片道ね、1分も2分も3分もかかるようなとこ叩いてたらね、それはね、銀河系の秩序維持、仮イベね、終わらないですよって話なので、もしね、連盟のネストがどうしてもね、自分が叩けるレベルから遠いときは、先ほどのように仮イベを見つけて、そこに移動していきましょう。だから、移動券をどこで入手するか、まあ、イベント、あと移動券どこや、ですね、承認バーニングに買ったらもったいないです。公益で、マックス割引の時に買う、ですかね。で、連盟ショップはね、ランダム移動だったはずなんです。いや、違う、移動あるわ。ランダム移動も両方ありますね。はい。これランダムでしょ？どこ飛ぶかわからん。自分これで遊んだりしてますけどね。はい。で、この惑星移動券。これを36万ポイント貯まったら毎回買う。自分は今ここセンサー買ってるんですけど、はい、移動化。このために36万ポイントもね、このポイント貯めないじゃん、いけないじゃないですか。連盟ショップポイントね。はい。で、この連盟ショップポイントを貯めるためには、この研究をしないといけないんですよね。研究したり、はい。で、あとは、この外界のね、エネルギーを投入、寄付してぶち込んだり、あとプロトコルをぶち込んだり、はい、あとはもう全部済んでますけど、ここの寄付ですね、資源寄付も今日はね、これ1、これやってもね、ゼロでしょ、はい、これ1万、1日1万マックスなんで、で、これをよりね、効率よく稼ぐために、貢献度英雄、自分いつもスカウトの時にお伝えしてますけど、貢献度英雄を1人絶対持っときましょう。で、それ、3つのスキルのうち、貢献度だけ65にしとけば OK です。他も上げる必要はありません。はい。で、この、ね、連盟なんか貢献するときに、その英雄をアカデミー長官にするんです。はい。で、それが終わったら、またお好きなね、英雄つければいいっていうところですね。なので、貢献度英雄で、だいぶね、変わりますんで、お得に稼げます。で、惑星移動券が倍以上、変えるようになると思う。倍ぐらい変わると思います。本当にいろいろ試していくと、はい。で、それで狩り場に飛んでチャチャチャーっと狩るですよね。はい。そしたらもうすぐに終わりますよ。はい。その時にですね、せっかくいい狩り場行ったらね、叩きまくりたいじゃないですか。その時にこうバフですね。この惑星バフの早く叩けるようにこれです。光軍ブースター。これのもう1時間とかね、8時間とか高級を持っときゃいいですし、あとはね、アーティのこれですね、ここのレベルを上げといたらね、50% アップ、自分はまあまだまだ8なんで 50% アップですけど、はい、いけますよね。あとは研究で、海賊フォーメーションをマックスにしとく、あとは研究で海賊叩くときの幸運をマックスにしとく、そのレベルのね。で、貿易でいうとシグマを上げまくっておく。スペースドッグ長官に S 級の一番内政値の高い英雄を入れて、長官任命効果で行軍スピードアップをもらう。それとランダを、研究所長官にぶち込んで行軍速度を上げる。で、ロスアダルトをどこかの長官に掘り込んで、行動力、行軍を上げる。ね、はい、行軍めっちゃ大事です。なのでね、行軍スペシャルの動画も作りますので、それもぜひご期待ください。お待ちください。はい、今回の動画はですね、初心者さん向けですけど、ですね、まあ皆さんにね、もしかして言える可能性もありますけど、とにかくですね、カリーベ、キリーベじゃないですよ、カリーベ、銀河系秩序維持イベント、これをですね、とにかく8万ポイントとクリアしましょうと。はい。もう理想はね、自分だけ5分以内です。はい。5分でこんな仮、5分で仮イベントをクリアするっていうところを入れてます。なので、ね、朝9時にデイリーミッションが、リセットされますけど、ね、もうほっといて、1時になって、銀河系秩序維持、仮イベントが開始されてから、もうちゃちゃちゃとデイリーミッションもこなして5分でクリアみたいなね、感じでやったり、夜とかになりますよね。で、どうせ海賊狩るなら、モーカリアーティかけて、こう、ね、行軍バフかけて、アーティファクト、の行軍アーティもかけて、もう叩きまくってたくさん儲けようみたいなやり方ですよね。はい。いろいろお伝えしてますけど、初心者の方、
分かりにくいことがね、初心者の場合はね、の方の場合はね、あると思います。自分も初心者のことを時は全く分かりませんでした。なのでね、断言します、仮イベントは5分でクリア可能です。はい、今見ていただいたらね、分かりますよね。誰かが言ってた、誰かに聞いたじゃないです。自分がやってます。はいはい、毎回やってます。なのでね、5分でクリアできるの、はい、びっくりしたでしょ。はい、できますんで、そのためにただプレイするだけじゃなくて、自分はいろいろと考えながらプレイしてますので、毎日イベント、毎日シリーズもね、ただ毎日やってることをお見せしてるだけじゃなくて、そういう布石のためにいろいろやってますので、ぜひご覧いただくだけではダメなんです。今お分かりになりにくいところね、何か疑問を持ちなところ、何かわからないところ、ご遠慮なくコメントください。はい。とにかく自分はですね、皆さんがね、周りに教えてくれる方がいないっていう理由なだけで、アイテムの獲得を損されてるのを防ぎたいっていうところですね。なので、これはね、全然必殺技じゃないです。自分からしたら。今日お伝えした内容的に。はい。なので、全然 YouTube で上げてもいいなと思うレベルな、内容でしたので、はい。それでもまあまあいろいろな要素を絡むんですけどね。なのでそこはね、全部言うと本当に、ね、毎回長尺動画になってしまうので、要点だけでパッパッパーンといきますんでね、 あえてそっちにベクトルを変えるようにします。皆さんお忙しいと思いますんでね、短い時間でご覧いただけるように。ただ、要点だけしかかいつまんでない動画が増えてくる可能性がありますので、もう本当にコメントください。はい、コメントください。はい、見落として返信遅れたりする可能性もありますけど、全部お答えしていきますので、はい、そうなんですよね。前回も、なぜ亀裂でミサイル解放メーションを使ってるんでしょうかってね、もうなんて確信に迫る鋭いいいねご質問いただけるんだろうと自分は嬉しかったですよ、もう。はい、それで結構こと細かく大きく分けて自分に2つの理由があって、ミサイル解放メーションを使ってますっていうので、結構書いてます。はい、なのでお答えしましたり、あとはね、それに対するお答え動画とかも作っていってますのでね、皆さんのご質問に合わせて、はい、なので、はい、皆さん、確実にですね、取りこぼしをなくして短い時間でもクリアできますので、はい、国力イベントもクリアできます。全然いけます。はい、国力8万ポイントなんで楽勝です。いけます、全然いけます。と思われるかもしれません。でも準備さえしとけば全然いけます。はい、で最終イベント、自分みたいにね、出すの忘れてたさえしなければクリアできます。はいはい、大丈夫です、クリアできますので。でキルイベはちょっと別ですね。キルイベ禁止度連盟さんとかね、キルイベがあかん、銀河さんとかあると思いますんでね、そこはもう仕方ないですけど、キルイベ以外はね、確実に毎回ね、クリアして100以内に入って毎回950クリスタルもらえるようになっていただきたいと思います。でいろんなね、必要なものを買って、皆さんとにかくね、亀裂入場券買って亀裂回しましょうね。で一般感染素材をたくさん入れて稼いで強化して強くなりましょう。はい、その動画もね、どんどん、自分亀裂回してるのも出していきます。なのでもう今回のね、なぜ猫さんはミサイル解放メーションなんだとかね、はい、あれはもうあれがウェーブが進むからです。はい、でも違うフォーメーションを使って動画撮ってない時は違うフォーメーションで行ったりもしてます。はい、やってます。はい、でもあれが一番ね、戦闘ノウハウを勉強するにはミサイル回避で出すのが一番いいかなと思ったんですよね。あの仕組みはね、本当に戦闘のノウハウが分かってないと出せないと思うんですよ。なかなか怖くてあげれないと思うんでね、皆さんね。はい、あれはもう戦闘ノウハウがぎっしり詰まった感じです。はい、なのでですね、これからどんどんとこういうイベントですね、有意義な、内容の濃い動画を上げていきますので、皆さん右下の猫マークを押していただいて、チャンネル登録お忘れなく。はい、コミュニティにどんどんね、内容を上げていってますので、そっち通知いきますんでね、チャンネル登録お願いします。それとグッドボタン、これね、これでもかっていう大作戦を上げましたけどですね、グッドボタンまだ5、皆さん押してくださいよ、お願いしますよ。あのね、猫の研究大作戦は結構スペクタクル、大スペクタクルでしょね。
はい、そんなこと考えてもやってきてるんで、あのグッドボタンお願いします。結構ただプレイしてね、プレイしてる時間をただ単に切り取ってあの動画上げてるだけじゃないです。めっちゃ石打ってますんで、ぜひグッドボタンお願いします。あーた、いずれわかりますんで、はい。で、インスタ、ツイッター、こちらでも限定公開動画とかのねお知らせをしてますので、はい、ちょっとそこは必殺技です。はい、そのお知らせをあのチェックしていただくためにフォローお願いします。はい、で DM でですね、アスキンやってますと送ってくださったらフォローバックもう無条件問答無用にします。はい、お願いします。で、毎週土曜日0時からですね、ツイッチでライブ配信してます。これは今回のような、ま、ちょい攻略の解説動画より以上の、攻略動画以上の猫の奥義を、はい、どんどんぶち出し、丸出しでぶち出しますんで、なので猫流の奥義になりますので、これは YouTube でアーカイブ残しません。で、スイッチもアーカイブ残しません。もう見てね、わざわざ時間を割いていただいて見てくださってる方への一番ギフトだと思ってますので、そこではなかなか出回らないようなですね、より戦闘に踏み込んだ動画とかですね、戦闘スキルのより細かい説明とかですね、で、その場でその方に、アタッカー何ですか、今どれぐらいの、どういう編成ですか、どんな数ですか、そして、で、裸館内使われてますか、で、亀裂でしたらどこで止まってますか、っていう。そしたら、この編成で、この、英雄がいらっしゃったら、これ使ってこうやったら、で、いけますよ。で、なぜいけるかっていうことを お答え、お伝えしたりもしてます。かなり踏み込んでます。はい。なので、ぜひそちらも、ご参加お待ちしております。はい。今回の動画は以上です。皆さんご視聴ありがとうございました。